アルメニア市と教会ウェールズ教会専属式とは、足を洗うキリスト教の儀式。最後の晩餐の時、イエス・キリストが弟子たちの足を洗い、主であり、死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。と命じた聖句によるものである。聖木曜日に、東方教会、西方教会の多くの教派で実践される。 ただし、教派としては行う習慣を有していても、個々の教会単位では、もろもろの事情から行われていないケースも多い。イエス・キリストが生きていた時代では、足を洗う行為は、奴隷が主人に行うものであり、信徒同士で足を洗うことは、謙遜を覚える行為とされる。主の晩餐、生産式で、先属式を行う、教派、教会もある。また家族を回復させる。 精霊運動である父の学校にも時期を問わず夫が妻の足を洗う専属式がある。なお、川崎市にある専属学園音楽大学の名称は、いわゆるミッションスクールではないが、このあなた方も互いに足を洗い合わなければならないというキリストの教えに基づく。これは創立者、前田若雄が熱心なキリスト教徒であったことによる。 2018年3月29日フランシスコは犯罪を犯して収監されていた受刑者12名に対して自ら専属式を行った。父の学校、ローマ法王、受刑者の足洗いイタリアの刑務所で専属式。AFP2018 年3月30日閲覧。ありがとうございます。